久しぶりに筋トレ動画あげます。最近忙しくなかなか投稿できなくてすみませんでした。感染症胃腸炎や仕事がごねごね、話は変わりますが、今日は三点倒立やってみました。体幹を鍛えつつバランス感覚を鍛えることができます。慣れればもっと長くできますが、最近やっていなかったので今はこれしかできません。身体も硬くなってきたので、あまり開かなくなってきたので、また柔軟も動画を上げていきたいと思います。柔軟は飢餓予防や将来的に健康にとても良いので、柔軟の動画も上げていきたいと思います。ここからはボーナスタイム。ただ犬もじゃれているだけです。わらわら。最近さらに甘えん坊になってきました。皆さんは愛犬とどうやって遊んでますか？よかったらコメント欄で待ってます。 Thank you.